さあ今回はちょっと新企画ということで、上手な人のキャリーバッグの中には何が入っているかっていうのをちょっと覗かせていただきたいなと思ってわかりました。これが倉松先生のキャリーバッグ。そうです。これブランドなんですっけ。これチュースですね。チュース、はい、かっこいい。僕らがあのインストラクター全員あのウェアとかで着てるブランドですね。これもチュースなんですけど、はい、めっちゃ入ってる。クラブは一応14本入れられるじゃないですか、はい、だから一応、まあ、レベルによって、まあ、セッティングを変えるけど、一応僕の場合は、まあ、人によって全然違うと思うんですけど、はい、まずはドライバーですよね。まずドライバー、まずドライバー、はい、絶対いる、絶対入れますよね、これ、うん、飛ばさないといけないん で、 そうで、あとはそこからじゃあ、まあ、ウッドどうするかっていうところで、僕は3番ウッドと5番ウッドを入れてます、はい、フェアウェイウッド多め、はい、よくユーティリティとかってよく言うじゃないですか、はい、あれは僕は入れてなくて、フェアウェイウッドの方がボール自体は上がりやすくなるので、うん、基本的にはですね、なんかちょっとその辺が僕は好きなので、うん、ウッドをちょっとこう厚めにちゃんとこうやって入れてます。あとは距離があんまり出る方じゃないので、はい、ちょっと3番とか5番ウッドを入れて、まあ、ちょっと距離が長いホールとかはしっかり攻略できるようにっていうイメージでは組んでます、これは、はい、あとはアイアンですよね。4番アイアンから4、5、6、7、8、9、P、まあ、G、 あんまり聞き慣れない言葉かもしれないですけど、52度、58度、まあ、こういったバランスで入れてます。52度、58度とかにやっぱこだわりあるんですか。そうですね、一応僕の中ではアプローチ、ウェッジだともうこれ4本入ってくるんですけど、はい、まあ3本か多めにちょっと入れていて、うん、で、あの微妙なアプローチの距離とか残ったりすると、うん、まあ、ボールを上げたいとか低く出したいとかあるじゃないですか。それによって上げたいときは58使ったり、うんうん、ちょっとあんまり上げたくないときは52度使ったりとかっていう風にちょっと使い分け、バンカーでも使い分けをしたりしますね。それで、え、私が持ってる S とかがない。だから、あ、 S がそれがいわゆるその58ですかね、ここで言うと、はい、ほうほう、通常 の、 あの S とか書いてるじゃないですか、はい、であれはだいたい56度ぐらいロフト角ついてるんですけど、58って書いてるので、はい、まあ、通常よりは少しより寝てる。なのでちょっと僕の場合はよりちょっとボールを上げてアプローチ寄せるとか、はい、短い時にはこういうのをまあ使いたいので58を入れてますね。これも皆さん多分、まあ、基本的なところですけど、僕はまず、はい、もう多分人によって全然違うんですけど、はい、僕はもうこういう箱、箱というかこうカンカン、はいはいはい、これでもすぐ取り出せるようにしてます。こんな感じで、でマーカー、フォーク、ティー、はい、まあ、ありますよね。こういうのがもう一応なくなった時にポケット入れてて、うんうん、すぐまあ出せるようにこういうのに入れてます僕は、はい、使いやすい、要するに使いやすくするためにこういうふうに分けてるので、取り出しやすい、そう、取り出しやすいようにな感じです。ボールはもう僕の場合は一応こうやってもうそのまんま箱から出していつでもすぐ使えるの状態にはこうやってしてます。まあ、僕はスリクソンをこうやって今使ってるんですけど、まあ、こういう感じでもう10個ぐらいは常に、ワンダースぐらいか、12個ぐらいはもう大体で、同じボールをずっとこうやってあの使いますね。このボールいいですか、やっぱり。いいですね、スリクソンは。これ、まあ、ちょっとスピン多めのボールなんですけど、あの Z スターですね。ちょっと、まあ、どちらかというと打感が柔らかくて、まあ、アプローチの距離感だったり、はい、パターの距離感っていうのがまあ出しやすい、あの、まあ、ボールですね、これは、はい、はい。あとグローブですね。グローブは、まあ、僕もこれもう出してるんですけど、だいたい 2,3 枚ぐらいこうやって。え、グローブ 2,3 枚も。はい、一応破けたりとか雨の日とかはすぐこう1枚じゃちょっと大変なので 2,3 枚ぐらいは常備入れといて、まあ、余裕があればもう新品とかも1セットぐらいは入れてた方が、多めの方がいいですよね。確かに、うん、グローブは多めに入れてた方がいいと思います、基本的には。そうですね、まあ、今暑いのでここにもありますね。ここは僕もこういうのも塩分チャージか、これも定番のあとはまあラウンドの時にルール、はい、まあ、こういうもん R&A がこう出してるんですけど、はい、まあ、こういうゴルフルールブック、うんうん、こういうのもまあ一応入れてます。分かんない時はこうやって、まあ、見てプレー中にですね、はい、まあ、確認したり、あの競技の方とかはぜひこういうの買っていただいてですね、携帯しないといけないはずなので確か、はい、試合中はですね、レインウェアはここに入れてます僕。あとは傘が今ないですけど、傘もここにもう差してるので、はい、うん、一応レインウェアをいつもここに常備してます。あとはこっちに入ってるのがラウンド前使うやつで、僕はこれと、うんうん、これとこれ。これはもうあれですよね、わかりますね、距離計、コース行くじゃないですか、これよく井野さんとかがピンまであと何ヤードってこうやって乗せてやってましたよね、井野さんが。これを一応こうラウンドするときはどのぐらいの距離だろうかなっていうのは確認したりします。このブラ
ド使いやすいですか？そう、ブシュネルって言うんですけど、使いやすい商品で、しかも軽いので、あ、本当だ、ね、軽いですよね。軽い、はい、だからすごく使いやすい商品にはなってるんで、おすすめですね。もうこれもね、僕がやるんですけど、ラウンド前に、要するにこれ距離なんとなく分かるじゃないですか、コースで、はい、で、これこうやって出てるんですけど、これ何かっていうと、自分のアイアンとかが何ヤードぐらい今日は飛んでるんだろうっていう確認をしてます、これで。練習、ラウンド前の練習で確認する、はい、そう、まあ、簡易的なやつなんであれなんですけど、まあ、打席の、まあ、例えばこう打ってるじゃないですか、はい、打ってたらもう普通にこう後ろに打席にこうやってボールの後ろとかにこうやってこれセンサーついてるんで、はい、はい、で打ったら、何ヤードってこう出るので距離が大体それで調整するんですか？なんかそれで、そうですね、今日のコンディションで、まあ、このぐらい、まあ、例えば7番ヤだと160ヤードぐらいじゃ飛ぶなとか、うんうん、で今日はちょっとあの飛ばないなとか、ドライバーもどのぐらい飛んでるのかな今日とか、それによってちょっと攻め方を変えたりとか、番手のその実際コース出た時のこのクラブの番手の選び方っていうのを自分の中では調整して変えてます。一日でもね、ちょっと微妙に変わったりもするんで、はい、そういうところも、まあ、まあ細かいですけど、まあ、すごく大事じゃないですか、ゴルフって繊細ですよね、うん、だからそういうのを調整します。でそこのあとは方向性とか、まあ、ドライバーとか使った時に日によってこう分かんないじゃないですか、曲がったりこう右に曲がるな今日とか左に曲がるなっていうのがあるので、はい、なかなかスイングをそのラウンド前に変えるのっていうのは大変なので、こういう器具を使って調整をしたりします。え、どういうことですか？これ見たことあります？カチャカチャ、ドライバーみたい。これ今ドライバーの、そう、違う意味のドライバーみたいみたいな感じですよね。今日、あ、左によく曲がるなとかっていう場合はこういうので、うん、ちょっとお借りしますね。こういうので、ロフトの角度を変えたり、こういう調整をラウンド前にしたりします。アマチュアの皆さんもラウンドの前とか、その朝練習するときに、まあ、ボールがこう曲がったりとか、思ったような、まあ、ところに自分が狙ってるところに行かなかったら、うん、こういうものを使って調整するっていうのも、まあ、一つありなのかなと。ピッチングプロでもこれは持ってるんですか？やっぱ猪野さんが結構何回かね紹介してもらったあのスティックか、そう、これもねやっぱり入れてた方がいいですよね、まあ、こういうものを常備入れといて、まあ、チェックはしてますやっぱり。あ、パターは、はい、先生は、はい、ネオマレット型でしたっけ？あ、そうでしたね、はい、これ見てもいいですか？どうぞどうぞ。あ、めちゃくちゃかっこいい。これ打ちやすいですか？打ちやすいです。これは今僕は一番いいと思って使ってます。はい、だから、そう、だからパターをこう練習するじゃないですか、はい、ラウンド前も。けどあともう一個のアイテムが、あ、これ傾斜機、はい、水平機か、これをちょっとラウンドの前に練習グリーンで少し練習するじゃないですか、はいはい、でそれでこれを使ったりします。まあ練習アイテム、僕はですね使ってこういうのとこういうの使ったり、はい、で、まあ、パターの時はこういうのを使ったりとかして、ラウンド前の準備をしてます。すごい、はい、私今紹介したのどれも入ってないもん。違う、はい、まあ、あの日焼け止めとかそういうのもねいっぱい入れとかないといけないですけどね。こうね、あのこういうやつとかスプレーとかなんかいろいろあるじゃないですか。そういうのもね、あの入れたいんですけどね、もう入れられるものが限られてるから、僕はもうこっちの方を優先して入れてます。まああのなんかちょっとでもこう参考にしてもらえればいいかなと思うんで、はい、ねほりはほりちょっと聞いちゃいました、はいはい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。こんな感じですね。